害虫駆除チャンネル。皆さんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。今回のテーマは自分でムカデキヒスプレーを作ってみようです。今回使用するのはこちら、ムカデが嫌がるハッカ油、そして無水エタノール、精製水です。それでは正しい作り方を紹介していきましょう。材料はハッカ油、無水エタノール、精製水となります。いずれも簡単に薬局で手に入ります。最初にハッカ油を20から30滴垂らしてください。次に無水エタノールを 20cc 入れてください。よくかき混ぜてください。最後に精製水を 180cc 入れてください。再びよくかき混ぜてください。これがきれいに混ざった状態です。入れる順序を間違えると油と水が分離しうまく混ざりません。最後に噴霧用のスプレーに入れて完成です。ムカデの侵入経路にしっかり噴霧しておいてください。スプレーすることでムカデの侵入を減らすことができます。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。